三宝。近年、気候変動の影響により台風や豪雨などの自然災害が激甚化しています。この環境下において、すべての企業は自然災害に対するレジリエンスの力を向上させ、事業を持続・継続できる体制の構築が求められています。これまで損保ジャパンと損保リスクマネジメントは、自然災害リスクの定量評価技術に取り組んできました。自然災害リスクの定量評価により、例えば洪水による建物・設備などの浸水被害の推定が可能になりましたが、企業のレジリエンス向上のためには、罹災からの事業の復旧や休業による収益への影響を評価する技術が必要と考えました。そこで損保ジャパンと損保リスクマネジメントは、京都大学防災研究所と共同で、3社それぞれがデータや人材を出し合う新たな形の研究部門を設立しました。今回設立した研究部門は、自然災害リスクとリスクファイナンスを専門的に研究する日本初の研究部門になります。自然災害による被害額は増加傾向にある一方、依然としてプロテクションギャップは大きな社会課題として認識しております。災害による企業の事業活動への影響を軽減する上で、防災投資によるリスクコントロールと復旧政策としての保険などのリスクファイナンスは両方不可欠です。特に気候変動などによるリスクの複雑化、業種・準備状況などによって異なる罹災後の復旧過程をしっかりと評価した上で、早期復旧を可能にするリスクファイナンス手法を開発することが重要となります。その上で、研究開発の軸として、中小河川の洪水にも対応できる水災リスク評価、サプライチェーンを通じて波及する損害の評価、被災後の事業の早期復旧を支援するファイナンス手法の開発、自治体や住民を対象とした減災に資するファイナンス手法の開発の4項目を取り上げました。今回の取り組みでは、事業活動データを活用した社会実装もテーマに挙げています。事業活動データとは、企業によるビジネスの運営に関連して生成されるデータのことです。具体的には、電力使用データ、売上・キャッシュフローデータ、物流量データ、サプライチェーンのタイムリーな情報などがあります。事業活動データを使って、サプライチェーンも含めた災害時における企業の事業・財務分析を行います。高度な技術により、企業の復旧に関わる要因とプロセスを可視化し、効果的なソリューションの提供を目指しています。本研究部門で研究開発される技術と事業活動・行政データを掛け合わせることで、今まで数値化が難しかったリスクの可視化や、データやシミュレーションに基づいた最適な保証組成ができるようになると期待されます。さらに、損保サステナなどのプラットフォームを介して、研究により得られた知見を活用した様々な新サービスをお届けしたいと考えています。例えば、BCP の自動策定、ファイナンス対策を実施した際の効果測定、被災時の営業継続費用の推定サービスなど、リスクコントロールや経営を支援するサービスの展開を想定しています。また、事業活動あるいは行政データは、保険業界に限らず社会全体のレジリエンスの向上に広く活用されるべきものです。この意味で、本研究活動を通じて外部企業、特に中小企業と取引のある銀行や大規模なサプライチェーンを有する企業、あるいは公共インフラ関係企業、鉄道、電力、物流といったところとの協業・競争を積極的に進めていき、社会変革を後押ししたいと考えています。